このスレの紹介。父は、勉強しないならスマホ没収な。息子。じゃあ、学校行かんわ。わいは、わかったから、勉強、ちゃんとやれよ。スマホ返却。息子、はいはい、わら。割とマジでどうすりゃええんや。これ、あんなこと言われたら、スマホ返さざるを得ないやん。実際これ、どうすればええんや。言って弱すぎやろ。舐められてんな。どうすんの、お前。うんこの。デスが弱すぎやろ。親はどうすればええんや、これ。ほな、学校で成績上がったら返すって言えばええんや。そうしたら息子は、学校に行く必要があるやろ。お前の子やから、そんなんなんやで。スマホ解約しろ、甘やかすから舐められるんだよ。本庭民の父なんか、舐められて当然や、なんとかしたけ、まず掲示板やめなあかんな。わいって、大学どうすんの？息子、受かるところ行く？わい、国立大以上の授業料、出さんからな。あとはバイトで稼げ。あと、大学生が実家住まいとかかっこ悪いやろ。一人暮らしの金も自分で稼げよ。ゴミ。わいの両親、普通にこれやったぞ。だから頑張って国立大行ったし、研究で忙しくなってからは、バイトできないから奨学金借りまくったおかげで、年収1400万。親には感謝しとる。研究方面頑張って、高所得になることなんかないやろ。カリキュラムで研究して卒業して、医療系に就職や。スマホ取り上げても、成績は上がらん。ソースは、わい。いっち、スマホ没収な。息子、ああ、いっち。ほな返却するしかないやろ。返却するしかないやろ、アホか、こいつ。子供がおらんから親の気持ちはわからんけど、もう子供じゃないから、子供の気持ちもわからんわ。スマホでもないから、わからん。音声のソクラテス。勉強の必要性をもっと理解させよう。どうすればいいんや。レイ、勉強しないとこうなるで。土方が働いてるところを見せる。勉強しないなら、18歳になったら家追い出すからな。スマホ取り上げたところで、勉強せんよ。勉強とスマホ以外の暇つぶしを見つけるだけ。実際のところ勉強がなんで必要かなのよね。そこが息子に伝われば OK。 ある程度年齢上だろうし、大学ちゃんといいところ行くっていう目標を提示できればって感じやな。まっまのカレー食いながら見てるからやめれ。飯の時ぐらいやめさせなさい。言うてこの後も息子と話すし。どうすんの、これ。罰だけ教えてどうすんねん。そん代わり勉強したら丸々あげるよ。もZやろ。情けない親父やで。そもそも没収すんなよ、ゴミ。毒親の素質があるな。お、現代のガキか。現代の親って、なんでこう無条件に子供にスマホを買い与えるんや。現代の子供にスマホ与えないって、もはや虐待やで。バカの一つ覚えみたいに、勉強しろって言う親、頭悪いわ。お前は親にそう言われて勉強したんか。一緒に勉強するとかもっと、具体的なこと言えよ。没収とかやる気なくなるようなことではなく、むしろやる気が出すご褒美で釣る方がいいのでは。そもそも成績下がったからって、そういう罰みたいなこと与えても意味ない。スマホ取り上げたところで、図書館で暇つぶしして勉強なんてしないから。わい、成績下がったら、テスト期間は、スマホ没収な。息子。わい、そうじゃなかったら、スマホで P 動画見るなり、好きにしろ。むしろ、成績上がったら FC2 有料動画、好きなの買ってやる。これやな。息子、電車撮るカメラがいい。あ。スマホ与えるなら、使い方も教えないとな。連絡に必要なアプリ以外は全部消そうや。それやっても、フィルタリングやっても、賢いやつは切り抜ける。ソースは、わい、イタリア語でエロワード検索して、エロサイト見てた。くさ。くさ。わいもルート取って見てたわ。これ、もうフィルタリング教育法やろ。もうスマホは必要不可欠やしな。不登校でネット立ちをさせればよい。普通に没収でいいで。不登校になるなら、18で追い出せ。18になったら、問答無用で追い出したらええやろ。わいはそう言われながら育った。女ならともかく、男は高卒で即家出てけだと思うんよな。てか、大学生なり社会人になって、親と寝食ともにするって恥ずかしくねえのかねえ。高卒で家建てるのは無理やろ。土方の兄ちゃんとか多いぞ。マイホーム建ててる。土方でマイホーム建てられるのは、田舎だけなんよ。勝ち負け言いたかないけど、底辺だって本人が幸せなら大勝利やで。エリートコース突っ走って、些細なことで行き詰まって飛び込んだり、飛び降りたりするよりええやん。幸せなわけないやろ。わいは、中高は部活やりたけ言うこと聞けやったな。マジで従うしかなかったし、バイトよりはコスパええなって。不登校してもネットやゲームという娯楽がなくなったら、すぐに飽きると思うんよな。昔に不登校が少ない理由は、そういうところにもあると思う。なんで真面目にアドバイスとかしてるんや、お前ら。未婚だから子育てごっこしてんだよ。もはや、教育方針議論すれやろ。
金出してるんやから、親が子供を抑圧して当たり前、みたいな教育方法は楽やし簡単やけど、大人になってから切られるぜ。金の切れ目が縁の切れ目になる。そもそも、子供に金使いたくないなら産むなよって話やしな。わいは、興味ある分野を見つける助けになりたいな。何でもいいから、好きなものを見つけてほしい。ガキは、結果出すことよりも、夢中になれることを見つける方が、はるかに重要よな。結果的に、大成する。マジでな、ワイは、ずっと夢中になれるものがなかったから苦労した。親子喧嘩で、クソババアがことあるごとに。ほん、なら、お前が学校行っている間に、物全部捨てたるでー。で攻めてきて、毎回それで狂いそうになってたらパッパが、ババアにガチキレしてたな、基本話し合いよって。ワイの親もそうや、みんな大体そんなもんやったんやねー。そんなエピソードがあったからかもしれんが、マッマの飯、くっそまずいんや。仕事もせずゲームばっかりしている息子に、父親がブチギレ。ガロタ。くさ。野獣の雄たけび。男だったら、親にしこってる最中に、部屋に入られた机に隠してあるエロ本見られた。この辺で、早く家から出たいって普通は思うはずだが。あと、好きなもん食いたい。近所のショッピングモールでしこればええやん。そのアイデアはなかった。わいは小学校の時は、テストで100点で100円、90点以上で50円だった。ちな、小遣いはない。餌で釣る系は、実はあんまり良くないらしい。日本人あるあるらしいが、結果に対して褒めるって、教育方針は自尊心が育ちにくいって、結果を出す人間が好きなだけで、Y じゃなくてもええやん、ってなる？自信過剰なアメリカ人とかは、結果とか関係なく、お前が好きっていい子いい子して作られるとか。まあ、ガチな話すると、努力する過程を褒めたり何かを我慢して努力していることを褒めた方がええのかもねー。かといってナンバーワンにならなくてもいいなんて、現実逃避に走らせてもね、ってのが難しいところ。あの歌詞も、現実だと花屋に並んだ花は、農家や JA で選別済みのエリートって時点で破綻してるわけだし。親としての威厳なさすぎて、くさ。いや、真面目な話どうすればええんや？まず、そこで交渉に負けてる時点で、無理。今後勝てばええねん。不登校になったら飯食わせるな。いや、かわいそうやろ。だから舐められるねん。どうすればええんや？だから、向こうが何言うてきても、毅然とした態度とで言うてんねん。本当に高卒になったらどうすんねん。ならんから安心しろ、そう言うたら、お前が引き下がることバレてんねん。いや、なったらどうするかの話してるんやが。子供は子供やろ、なんでお前が干渉する必要があるの？かわいそうやろ、ワイの息子やで。息子大学生なん。高校や。パッパ。テストで85点以上で、カッコゲームワンコイン PSP 買ったる。ワイ、うおおおと、も。ワイくん、あったまえ。ワイ、うおおおパッパ。You know.